はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝谷直ですえ今日は復活これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座速さの21回目、えー、時計算の5回目ですねひょっとしたら4回目だったかもしれませんこの中学受験桜らチャンネルは私滝谷直樹が 授業会35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルですよかったら再生リストにも飛んでみてください皆さんがね長い長い中学受験生活こんな膨大な量を一気に丸暗記なんかできないよなと思っててもね寝る前に聞き流しながらスーッと寝ていくだけで全然覚えた気もないんだけど なんかすっかり覚えてたななんていう夢のような動画に出会えるかもしれませんさあでは早速やってみましょう長針は1分間に 360÷60 分の6度ずつ進みます短い針は1分間に 30÷60 の0 5度進みますねっ さあ、で、その上で、6時と7時の間で時計の単身と長身が重なるのは何時何分か。ね。さあ、6時と7時の間です。さあ、まず6時を書きます。さあ、6時、長身ここです。単身ここです。さあ、180度開いてますよね。180度開いてる状態で、長身と単身の長身が重なるのは何時何分か。さあ、 6時と7時の間ですから超単身がこの辺に来た時に長身もこう来るってことですねですから1 8 0度の差が開いているその差を6 − 0 5度の5 5度ずつ、えー、1分あたり追いついていくわけですから1 8 0割る5 5は 1 8 0る5と2分の11分の1 8 0け,ける2分の11の逆数ですから11分の2は11分の360 360割る11は3 6 0 3 6 0る1 1は32余り832と11分の8、ね、まさにこんなもんですよねえー、ですから6時 32と11分の8分に、えー、重なるんですさあ2番目12時と1時の間で初めて単身と長身が9 0度になるのは何時何分ですかさあ12時ねさあ12時というとこうですよね差がないですよね全くないそれで単身と長身が9 0度になる 初めて要するに単身はゆっくり進んでいって長身はどんどん進んでいってここで9 0度になるってことです。だから全然同じスタートラインに立ってね9 0度差がついた時ですから9 0度をね1時間に1分に5 5度ずつ差をつけていった 90÷5.590÷5 と2分の1は。 1>, 1分の9 0け,ける2分の11をひっくり返したもん11分の211分の180対分数にすると1 8 0る1 1は70余って666で4ですから16と11分の4答えは12時16と 11分の4分に90度に度なるまさにこれぐらいですよね3時と4時の間で長身と短身が2回目に3 0度になるのは何時何分さあ今度2回目に3 0度になるっていうんですちょっと意地が悪い書き方ですけどねさあ3時と4時ですからまず3時ですねまず9 0度差があります さあ、そしてそれを、長針と短針が2回目に30度になる。この辺で30度になるでしょ十何分で。で、これで1回目なんですよ。で、2回目ってことは、追いついて追い越すわけだよね。1回、ね、えー、3時、何分かにこれ30度になるよね、まさにね。 これ1回目で,これで今度追いついてさらにさらに30度まあこう,こうかねってことはね90度追いついてさらに30度差をつけるってことねだから合計で120度追い抜くってことなんですよもう一回言いますよ 30は90度調子ののが先行ってます。で、1回目、追いついた。これ90度追いついた。さらに30度差がつく。だから90、90た30の120度追いつくですから。120÷5.5 は120、120÷5 と2分の1。こっち飛んで 120××11 分の2は11分の240。 大分数に直すと21余り9ですから21と11分の9ですから3時21と11分の9分に2回目の30度ということになるわけですいいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いしますでは 今日はここまでにしましょうお疲れ様